質問です。バリウムが胃がんを増やしているとおっしゃっていましたが、会社の健康診断でバリウム、胃カメラ、ABC 検査があります。どうしても受けないといけない場合はバリウムより胃カメラでしょうか？それもどっかで答えてるか、講演会でも言ってますけど、胃カメラです、カメラ。でもこれ検診で胃カメラはできません。一般検診はもうバリウムしかないんです。で、放射線ガンガン受けて、放射線の方が問題、バリウムが影響するわけじゃない、放射線ですね、問題はね。で、胃カメラ放射線ないし、苦しいだけです。顕微鏡っていうか虫眼鏡で見てるだけやから、人体に対する害は少ない。胃カメラやるやつがね、下手くそでなければね、下手くそやと言い破ったりすることあるから注意ってだけなんで、普通そんなあるわけないから。人間ドックだとバリウムか胃カメラは選べます。 ABC 全然いらんっていう感じですけど、まあ、胃がん検診で言ったら、どうせバリウムで何か異常が見つかったら胃カメラしなきゃいけないから胃カメラだと思います。ただ胃検診では選べないと思います。今有料だとできるのかな。でもそれって検診のセンターとか人間ドックに近い形になるからね。会社検診って会社が出してくれ、ただでやってくれとか多いと思うんだけど、有料になっちゃうと思うな。